どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。ちょっと待って、きつい、下ろしていいですか。俺このままオープニング撮ろうと思ったんですけども、これちょっと重すぎる、やばい、これ腕がする。本日の商品がこちら、リンクプレインズパック3ということで、ちょっと1日遅れちゃったんですけども、リンクプレインズパック3が発売されたってことで、これ開けていきたいなと思います。ワンボックス普通に開封して、であとの残りこの2ボックスはまた結果だけドンみたいな感じでいこうかなと思います。あとサンダーさんとオックンさんのチャンネルの方でも僕あの開封動画にちょっと参加させていただいてるんで、そっちのね、方もよかったら見てください。あの概要欄にリンク貼っときます。ということで早速開封していく。ベルテアナコンダが欲しいんですよ。とにかくベルテアナコンダが欲しい。ベルテアナコンダのシークレットが出たら勝ち組なんで、開けていきましょう。やばくて、まあ、ちょっと出たら効果説明しようとは思いますけど、あのね、それ以外はね、あんまよく効果読んでないんで、ちょっとわかんねえカードもいくつかあるんですけど、マジで遊戯王、ベルテアナコンだけになりますよ。そんぐらい強いから。で、あの、サンダーさんとオックンさんのチャンネルの方にも一応その撮影で参加させていただいたんですが、サンダーさんの引きが、あの、地獄のような。ま、見ていただけばわかるんですけどね。なんだっけな、あの、LGD。あの、ファイブコットドラゴンのリンクワンみたいなやつが出たんですよ。常に出るっていう。ロックボックス開封して6枚出るっていうね。しかもなんか最終的にシークレット出すっていうのがやべえ引きしてたんで、なんかそういったことは、起きないように、気をつけたいなと、いうふうには思っております。それでは早速、開封していく。魔界大本。アサルトコア来た。あの、ABC がね、再録になってるんでね。ドラゴンバスターもなんか再録になってるという。お、リーブさん。なんかね、これ強い。確かになんか生物持ってこれるみたいな。自分メインフェーズになんかデッキから生物魔法トラップカードを1枚選んで、あ、セットするのか。なるほどな。で、このターン自分の墓地の生物モンスターが存在しない場合に、そのカードは発動できないと。ああ、でも、いれば発動できると。強いですね。で、あとね、あの、おへそが素晴らしいんですよね。5時間は、舐め回せるかなと思うんですよね。まあ、6時間、まあ、頑張れば6時間はいけるかなっていう、そんな感じです。で、竜破壊の剣士、バスターブレイダー、起きた。デュエルリンクス、民間機。ギアタウン。これはあの、アンティークギアが新規来てるんでね。アンティークギアの、まあ、枠。アーティファクト、ダグザ、来た。あの、ダグザ、これね、サンダーさんの方の動画でも、僕出演してるんで、よかったらそっち見ていただければと思うんですけども、ダグザソートっていうなんか、地獄のソートがあって、それはやめていただきたいなと思うんですが、あーやべえ、これ、ダグザソートや、のカード群、多分ね、サハスーラとさっきのダグザ。これね、あの、2枚ずつ出ます。多分2枚ずつ出る。これがね、ダグザソート。地獄の。ヤマトいいですね。で、ラミア。お、いいですね、これ。あの、レフティレスも新規来てるんですよ。で、ハウンドドッグ、アンティキア来た。これがね、なんかね、ま、ちょっと強いんですよね。ちょっと強い。アンティークギア、アンティークギア、パリスティックシューター、なんかあの、キラーマシン感がすごいですけどね。機械族、地属性、モンスター2体で作れますよと。で、このカードの丸1丸2はそれぞれ一旦に一度しか使用できない。このカードがリンク召喚に成功すると、デッキからアンティークギアモンスターか、ギアタウンを手札に加えると。ギアタウンサーチ。今まではね、これアンティークギアカードじゃなかったんで、ギアタウンをサーチするっていうのがちょっと難しかったんですよ。テラフォーミングとかメタバースとか、ああいうのだったんですけども、ついにギアタウンを指定してサーチできると。で、さらに、マナ2番の効果で、自分のフィールドの魔法トラップカード1枚と、相手のフィールドの表側表示モンスターを対象に取って、自分の魔法トラップを破壊して、相手のモンスターの攻守をゼロにすると。ターン終了時まで。ギアタウンを自身で割れるんですよ。だから、例えばリアクタードラゴンとかね。ああいうのがポーンって、特殊感できると。で、攻守で相手ゼロになってるから、リミッター解除して、ワンキルみたいな。こともできるとかね。まあ、アンティギアは、あの、フィールド2体並ぶかって言われると微妙みたいなところもあるんで、まあ、その辺がちょっと難しいかなと思うんですけども。破壊剣士の守護板に来ました。かわいい。モンスター2体で作れますね、これ。作りやすいな。で、確かに、ね、まあ、そこそこ強いんだよな、これ。丸1、丸2の効果はそれぞれ一旦にしろ。このカードがリンク召喚に成功した場合、デッキから破壊剣カードを墓地に送ると。その後、手札からバスターブレードモンスター1体を特殊召喚できる。まあ、要は、まあ、ドラゴンバスターブレードとか、あの、破壊剣ドラゴンバスターブレードとか、あと破壊剣の使い手、バスターブレードとか、まあ、追憶とかを送ることができますよと。で、相手のフィールドにモンスターが存在しない場合に、自分のバトルフェーズ終了時にこのターン攻撃宣言をしていないバスターブレーダーモンスター1体の攻撃力分のダメージを相手に与える。つまりですよ、こいつとかは直接攻撃ができないから、相手にモンスターがいなければダメージ与えられないんだけど、こいつの下にこういう風にしとくと、まあ、こいつの攻撃力分のダメージ与えられると。そして、あ、デクレアラーね。デクレアラーもなんかすげえ、この、両腕ゴリラマン。両腕、筋肉質マン。なんか、強いんだろうな、多分。ちょっと、デクレアラーはちょっと組んでないんで、
あの機械天使にパワーデック入ってるぐらいで、で戦闘機はなんかエンゲージが入ってないかっていう話ですね。あー来ました、無人機アハシマ。だからね、無人機これ結構強いらしいですよ。同じレベルのモンスター2体で作れますよ。このカード名の丸1番丸2番の効果はそれぞれ一旦自動しか使用できない。このカードが、リンク素材にできないと。まあ、それ大事ですね。それ大事。このカードがリンク召喚に成功した場合に発動できる。同じレベルのモンスターを手札墓地から特殊召喚できますよと。だから、まあ、いきなりレベル8とか、レベル9とか、レベル10とか、いう、まあ、エクシーズ召喚にも繋げられますよみたいな感じの効果だと。で、このカードのリンク先のエクシーズモンスターが、エクシーズ素材を取り除いて、効果を発動した場合、相手のフィールドの魔法トラップを、破壊できると。エクシーズモンスターって結構除去とか多いんで、まあ、そういう効果にさらに魔法トラップを破壊する効果がつくみたいな。で、ジーク来ました。ジークさん、戦闘機新規ですね。これがなんか結構高いらしいですけどね。戦闘機なんでね、なんかこんな真ん中になんか乗ってるのがなんかロゼで、これなんかどでけえロボットらしいんですよ。まあ汎用人型決戦兵器といったところ。さあ果たしてベルテアナコンダさんは出てくれるんでしょうか。リーブさん2枚目来ました。そして私はダグザソートなんでしょうか。果たしてこのボックスは、来ました、レプティレスエキドゥール、レプティレス新規ですね。結構強かった気がするんだよな。これ爬虫類族モンスターを含む2体で作れますよ。このカード名の丸1丸2はそれぞれ一旦に一度しか使用できないよ。このカードがリンク召喚に成功した場合に相手のフィールドの表側表示モンスターの攻撃力がゼロになると。なるほど。まあレプティレスはね、結局相手の攻撃力をゼロにしてなんかうんぬんかんぬんみたいなデッキなんで、で自分のメインフェーズに相手のフィールドの攻撃力ゼロのモンスターの数までデッキから爬虫類族を手に加えると、なんか3枚とか一気にサーチみたいなことも夢ではない。だからこいつの攻撃力200ってさ、これゼロでよくねっていうのはありますけどね、ぶっちゃけ。なんかバース機とかは結構その攻撃力がゼロのモンスターをリリースして特殊召喚みたいなあの効果持ってるやつがいるんですけど、まあそいつとかのコストになったりするんで、こいつなんか攻撃力ゼロでよかったみたいなとこはあります。あ、来ましたね。エクストラヒーローヘルデバイサー、仮面ライダーカリス感がありますね。ヒーローモンスター2体で作れますよと。このカード名の丸1の効果が一旦1としか使用できませんよ。リンク召喚に成功した場合に、エクストラデッキのヒーロー融合モンスター1体を相手に見せることによって、そのモンスターにカード名が記されている融合されモンスターを2体までデッキから手札に加えると。フレームウィングマンを指定すれば、フェザーマンとバーストレディが持ってこれると。あとなんかネオスとユベルとかも持ってこれたりとか、結構ね夢があるんですよね。まあただ結局ヒーローって強いのが属性ヒーローだと思うんで、属性ヒーローって結局ヒーローと何属性っていうのが多いから、まあそういうデッキにはちょっと入んないんですけどね。ネオスペーシアンとかもサーチできるんでね、まあそういう使い方になってくるのかなといった感じ。お、ゴッドアタック来た。これそろそろリンクスに来たら環境終わるぞ。ブラックフェザーにぶち込まれてる。ほらね、言ったでしょ、ダグザソートなんですよ、ダグザソート。まだウルトラレアが1個出てないのかな。あー、セレーネかー。俺あんまりね、その魔力カウンターペンデラム系のデッキ使わないんでね、そんなに別にいらないんですけど、まあ可愛いんでセーフ。で守護板竜も2枚出ていく。ちょっとじゃあ1ボックス目並べてみましょうか。さあ1ボックス目の結果がこちら、ダグザソート。ダグザとサハスラーラと守護板竜とリーブが被っていくと。絶対ね、スーパーがね、なんかね、3、4種類ぐらい被っちゃうんですよね。なんなら5種類被るっていうパターンもあるらしくて、まあ、1ユーザーからするとね、クソきついっていう。スーパーこんな被られてもみたいな。まあ、とりあえずちょっと、狙いのカードが2枚とも出てないんで、まあ、2ボックス目、3ボックス目、ちょっと、見ていきたいなと思います。さあ、2ボックス目の開封結果が、こちら、出ました。LGD。LGD。リンク・ゴッド・ドラゴンっていうね。結構すげえ、モンスター5体で作るリンクモンスターなんですけど、これが、の効果とか、まあ、詳細が知りたい方は、サンダーさんの方の動画見てください。サンダーさん6ボックス買って6枚当たってるんで、LGD。あの人ね、引き強すぎて、LGD6 ボックス買って6枚当たってる人なんで、しかも最終的にシークレット当たってるんで、ネタバラになっちゃって恐縮なんですけども、よかったら気になる方は、ぜひ見てください。まあでも効果はまあ強いですよ、普通に。今回はこれ何ソートなのかな、守護板竜ソートなのかな、バンリュー、リーブ、デクレアラ、エキドゥーナ被って、あと1枚ずつみたいな感じですね。クソ微妙。3ボックス目。LGD、また出ましたけど。出ました、ベルテアナコンダさん出ていただきました、あざす。いや3ボックス買って1枚出てくれるのでありがたいっすわ。これが本当にぶち壊れレベルで強いんですよ。こいつが本当に死ぬほど強いんで、
まあちょっと効果を説明していきたいなと思うんですが、効果モンスター2体で作れますよと。このカード名のマレチョマレニバの効果はそれぞれ一旦に一度しか使用できませんと。フィールドの表側表示モンスター1体を対象として闇属性にしますと。だからまあ、スタブベロンフュージョンドラゴンとかね、ああいうのは出しやすくなるよっていう効果と、マレニバン、マルニバンがマジでぶち壊れてまして、2000ライフポイントを払って、融合魔法、もしくはフュージョン魔法、ですね、速攻でも通常でもいいです。を、1枚デッキから墓地に送ると、このモンスターの効果が、その送ったカード、例えば超融合とか、レッドアイズフュージョンとか、ミラクルフュージョンとか、まあそういうカードあるじゃないですか。ああいう効果と同じになりますよと。この効果の発動後、ターン終了まで自分は、モンスターを特殊召喚できないよっていう効果あるんですけど、極めつけにベルトアナコンダの効果を使って、例えば、レッドアイズフュージョンとか、超融合の効果をコピーするんですよ。そうすると、例のコストとか制限を無視できるパターンのやつ。超融合だったら手を出せなくてもいいとか、あと、レッドアイズフュージョンだったらそのターン特殊召喚できないとか、ああいう効果を無視して、融合できるんですよ。デッキから魔法カードを墓地に送ることによって。これガチでやばくて、今度12月の21日に発売される、なんかゴールドボックスみたいなやつがあるんですけど、それで出てくる、ドラグーンオブレッドアイズっていうマジでやべえやつがいるんですけど、そいつをレッドアイズフュージョンで出したりとか、単純に超融合、したりとか、ネオスフュージョンとかね、ああいうのもいけるんですけど、こいつガチでやばいわ。こいつガチでやばい。やべえしか言ってないけど、語彙力なさすぎて。ほんとやばいっす、まあ。とりあえず入れようと思ってるのは、あれっすね。レッドアイズデッキ。レッドアイズデッキと、あとヒーローデッキには、まあ、とりあえず入るかなと。多分ね、出張パーツみたいになるんですよね。このベルテアナコンダが。ベルテアナコンダと、ブラックマジシャンと、レッドアイズと、あとドラグーンですよね。あの辺を、まあ、出張パーツとして、なんかいろんなデッキに入れとけば、どのデッキからでも、ドラグーンオブレッドアイズってやつ出るみたいな。単純にやっぱ超融合できるのもめちゃくちゃ強いしね。こいつはマジでやばい。サンボックス開封した結果がこちら。ちなみに、そもそも論なんですけど、ウルトラが5種類で、スーパーが15種類で、レアが25種類で、ノーマルが55種類となっておりますんで、ウルトラはまあ4種類なんで、1個ユニオンキャリアっていう、すげえ強いのがあるんですけど、そいつ出てないんで、まあそれは、シングル。シングルかな。で、ベルテアナコンダは、無限に必要なんで、このカード、俺。なんで、これもシングルですかね。まあ、守護万竜とかは出過ぎですね。ダグザソートちょっと回避したんですけども、スーパーが全部で15種類だから、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15種類。まあ、一応全部出たのか。何枚もいるカードじゃないから、まあ別にいいのかな。こんな感じで、スーパーは別にいいのかなと、言ったところ。で、レアですね、問題は。多分どうせ揃ってないんですよ、レアなんて。レア揃うわけないんですけどね。リンクプリンスバックって。25種類。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16種類と。まあ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 、レアはまあね、6ボックス買っても揃ってない人いるんで、たくさん。なんで、まあこんなもんですよ。ということで、まあね、でもね、1枚ね、ベルテアナコンダが3ボックスから出てくれたのは、まだね、いい方だと思います。6ボックス買って0枚。っていう人もいるんでね、世の中には。まぁ、ちょっと追加購入するか分かりませんが、私の開封結果は以上となります。この動画が終わったらグッドボタンおよびチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。